2024年、日本において火を伴う震えが起こる、つまり地震と火山噴火が発生する。これは、的中率 95% を誇る、スペインの占い師、フェルナンド・ハビエル氏が予言した内容です。彼は、これまで3000件以上の予言を的中させており、その的中率は驚異の 95% だと言われています。過去には、某世界的パンデミックの発生、2023年2月6日に発生したトルコの大地震、そして日本での地震と噴火の発生などを的中させています。そんなハビエル氏が、2024年の日本、そして世界について予言をしています。本日は、フェルナンド・ハビエル氏が予言する、2024年の未来について、探求していきましょう。フェルナンド・ハビエルとは、ハビエル氏は、スペイン出身の占い師であり、現在はアメリカとメキシコで活動を行っています。彼は、30年以上のキャリアを誇り、遥か彼方の未来まで見通す、千里眼を持つと言われています。ハビエル氏の占いは主にタロットカードを使用しており、予言についても、タロットカードからメッセージを読み取ることができるとされます。これまで行ってきた予言の数は3200程度であり、なんとそのうちの約3000件もの予言を的中させているのです。その的中率は 95% を誇り、あの人類史上最高の予言者と言われる、ババ・バンガ氏の予言的中率 85% を超える予言者なのです。ババ・バンガ氏もハビエル氏と同じく、千里眼を持っているとされ、東日本大震災や第二次世界大戦などを的中させています。人類史上最高レベルの予言者、フェルナンド・ハビエル。そんな彼が過去に的中させた予言をいくつか紹介したいと思います。世界的パンデミック。2018年9月に自身の YouTube チャンネルにて、ある予言を行います。その驚くべき内容が、2019年、何かの動物を媒介にし、新たな病気が流行する、コウモリが狂犬病を拡散させると予言しているのです。あの世界的パンデミックが始まったのは、2019年の12月、中国の武漢だと言われており、時期的にも的中しています。またこのウイルスの原因とされているのは、野生コウモリ由来のウイルスが人に感染したものであり、原因であるコウモリも的中しているのです。実際には狂犬病ではありませんでしたが、それ以外の部分は全て的中しています。トルコ・シリア地震。トルコ・シリア地震は、2023年2月6日にトルコ南東部を震源とした、マグニチュード 7.8 の地震と、その後も続いたマグニチュード7クラスの余震により、数十万の建物が損壊し、トルコ、シリア両国合わせて約6万人が犠牲となる甚大な被害が発生した地震です。ハビエル氏は、この地震が発生する2ヶ月前の2022年12月13日に、自身の YouTube チャンネルにて、トルコについて予言をしています。その内容が、トルコの地震、プレートの移動について話します。2023年にはより大きなプレートの動きが起こり、巨大地震になる可能性があります。それが起こらないことを願っていますが、トルコでは災害が起こるでしょう。トルコに行く場合は注意してくださいと予言しているのです。この予言通りに、発生場所を含め的中させています。このトルコ、シリア地震の的中によって、彼は世界で注目される予言者となるのです。注目されている点は、予言の的中もそうですが、動画として YouTube 上に証拠が残っており、ごまかすことができないという点もあります。ババ・バンガ氏などは、彼女が残した予言をブルガリア政府が握っているため、信憑性が欠ける部分があります。ハビエル氏は、同じ動画内で日本についての予言もしており、的中させています。日本の地震と噴火、トルコ、シリア地震を予言した2022年12月の動画内で日本について言及しており、その内容が、2023年、日本において噴火と地震があると予言しています。実際に、2023年10月30日に硫黄島の沖合で大規模な噴火が発生しています。この噴火によって、南北400メートルの陸地が誕生し、新たな島となりました。硫黄島近くで噴火によって島が生まれたのは、観測史上初であり、大規模噴火だったことを象徴しています。また噴火の衝撃によって発生した、火山灰や軽石を含んだ水柱は100メートルの高さにまで達したと言われています。日本での噴火については2024年に入っても、桜島などで発生しています。地震に関しては、2023年5月5日、石川県の土地方でマグニチュード 6.5、最大震度6強の地震が発生しています。この地震は、2024年1月に発生した能登地震の前身だったとも言われています。この他にも、2023年5月11日、千葉県南部で最大震度5強の地震が発生しています。ただ、ハビエル氏は日本のどこで起きるかまでは、明言しておらず、完璧な予言とは言えないかもしれません。しかし、実際に日本で噴火と地震が発生しているため、ハビエル氏の警告は無視できないとも言えます。ハビエル氏は、噴火や地震などの災害だけではなく、世界情勢についても予言を的中させているのです。スペインに関する予言。ハビエル氏は母国であるスペインについて、2023年に起こることを予言しています。その内容が、汚職、詐欺、人種差別など、いくつかの問題が発生する、金銭の隠蔽、重大な詐欺も発生するでしょう。ネガティブ、人種差別、外国人排斥が台頭するでしょうと予言を残しています。2023年4月に行われた総選挙では、社会労働党が第一党となったが、どの政党も過半数の議席を獲得できず、政治的空白が発生し、スペイン国内は大きな混乱に包まれることになりました。この事態が起きた原因が、当時首相に選出されたサンチェス氏が、自己利益に走ったためだとされており、ハビエル氏の予言した汚職に近いことが原因で、スペイン国内に混乱が発生することになっているのです。地震や噴火、世界情勢など様々な予言を的中させた北ハビエル氏ですが、2024年に起きることについても多くの予言を行っています。2024年、日本で起きること。2023年12月30日、ハビエル氏は2024年に起きる出来事を予言しており、我々が住む日本も名指して警告をしているのです。ハビエル氏は日本について大きく分けて2つの予言をしています。その内容が海難事故と地震と噴火です。まず海難事故についてですが、ハビエル氏は日本、東京で船舶に関連する重大なアクシデントが起きる可能性があるとしています。意外かもしれませんが、日本周辺は海難事故が最も多い地域なのです。日本は物資運搬において、海運に頼っていますが、それらが通る海として、東、南シナ海、マラッカ海峡を使用していますが、この場所が世界で最も海難事故が多い地域なのです。さらに南シナ海では中国や台湾、それに東南アジアの国々が領有権争いを続けています。南シナ海のほぼ全域の領有権を主張する中国が、フィリピンなどの船舶に対し、航行妨害を繰り返しています。さらに、人工島を造成し、軍事関連の施設を整備するなど、実効支配を強めているのです。日本は、南シナ海の領有問題の直接的な当事者ではありませんが、中国がこの海域で力を強めてしまうと、石油などを運搬する日本の船舶に大きな影響を及ぼすことになり、我々日本人の生活に計り知れないダメージがあることが予想されます。中国といえば、南シナ海だけではなく、台湾有事の可能性も考えられます。もし台湾有事が発生すれば、日本が巻き込まれ、海上での争いになることがあり得ます。もしそうなれば船舶に関するアクシデントと捉えることができます。ただ、これらのことは予言というより、地政学的な予想とも言えます。ハビエル氏は東京と予言しているので、台風や津波などの水害が東京を襲う可能性も考えられます。具体的な内容については明言していませんが、船、または海に関係する仕事などをしている方は注意する必要があります。ハビエル氏が予言しているもう一つのことが、地震と噴火です。その内容が、2024年、日本において、火を伴う震えが起こる。つまり地震と火山噴火が発生するという予言です。地震については、すでに的中しているのかもしれません。それが2024年1月1日に発生したのと半島地震です。ただハビエル氏は、火を伴う震えとしているため、大規模噴火と地震が同時に発生するのかもしれません。噴火と地震といえば、南海トラフ地震を連想することができます。実際に、1707年に発生した宝永大噴火の49日前に、マグニチュード 8.6 の宝永地震が発生しています。宝永大噴火と宝永地震、これら2つの大災害は連動して起きたと言われており、近い将来起きるとされる南海トラフ地震でも、富士山の噴火について警告されています。南海トラフ地震については、マグニチュード8から9クラスの地震の30年以内の発生確率が70から 80% だと言われており、2024年に起きてもおかしくない状況だと言えます。2024年の災害については、インドの天才予言少年、アナンド君が警告しており、また人類史上最高の予言者、ババ・バンガ氏も、2024年の日本で起きる自然災害について警告しています。2人の予言についても以前詳しく解説しているのでぜひご覧ください。ハビエル氏の予言はあくまでも警告であり、実際に起こるかどうかはわかりません。しかし、日本は災害が多い国ということは誰もが知る事実であり、常に備えをする必要があります。2024年、世界で起きること。2024年の予言については、日本だけではなく、世界で起きることも予言しており、災害から病気、世界情勢まで多岐にわたります。フィリピン地震。ハビエル氏は、2024年はプレートが動き続け、エネルギーによる衝撃、つまり地震が起きる可能性がある。特にフィリピンでは地震に注意するように、フィリピン沖にはまだ大きなエネルギーが溜まったままで、2024年に大地震が起こるだろうと予言しています。2023年12月には、フィリピン諸島、ミンダナオ島沖合を震源とする、マグニチュード 7.7 の大地震が発生しています。その規模は、阪神・淡路大震災を上回る強さであり、建物の崩壊が頻発し、停電や電話の不通といった被害が起きています。さらに、この地震によって津波が発生しており、日本でも最大40センチメートルの津波を観測しています。ハビエル氏が予言するように、2024年にフィリピンで大きな地震が発生すれば、遠く離れた日本にも大きな津波が押し寄せる可能性が考えられます。ハビエル氏は日本について、海に関するアクシデントが起きると予言しているので、もしかすると、このフィリピンで発生した津波による被害かもしれません。新たなウイルスの出現。あの某ウイルスが世界を襲ったことが記憶に新しいが、ハビエル氏は2024年に新たなウイルスが出現することを予言しています。2024年は負のエネルギーが強まり、複数のウイルスが同時に発生するだろうとしています。流行時期についても言及しており、2024年の10月、11月の秋頃であり一度落ち着くが、2025年に再度蔓延するだろうと語っています。2024年に入り、新たな変異株の出現や、インフルエンザ等の流行などがすでに起きています。このような状況で、新たなウイルスの蔓延が起こってしまうと、以前のような混乱が起きてしまう可能性があります。ハビエル氏は、2019年のウイルス出現を的中させていることもあり、注意する必要があり、対策しておくべきだと言えます。アメリカ経済の崩壊。ハビエル氏は、アメリカ経済についても言及しており、2024年9月、10月あたりから経済状況が不安定になり、ドルの価値が下がる。そして100年に一度の大恐慌になるだろうと警告しています。現在、アメリカの株価は右肩上がりを続けており、日本でも政府が国民に勧めるほど投資ブームとなっており、アメリカ株を買い進めています。しかしこれは、企業の実績や実態を確認せず、投資家たちの感情が優先されている状況であり、企業の実態以上の価値がついてしまっている状況なのです。このような中身が伴わない経済の成長はバブル状態であり、投資の神様、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、多くの有識者が警告しています。もし、本当にアメリカ経済が崩壊してしまうと、日本にも大きな影響があることは間違いありません。ハビエル氏は、バイデン大統領についても予言をしており、任期満了の2025年1月までは問題なく大統領の座についている。しかしバイデン大統領は高齢であり認知症を患っている。さらに精神的な問題も抱えているとしています。実際に、認知症だと思われるような言動をたびたび行っているバイデン大統領に対し、アメリカ国民の不満は高まっています。さらにハビエル氏は、バイデン大統領が再選することは難しいとしており、2024年の選挙において、大統領が変わることを示唆しています。アメリカの政治的混乱、そして経済の崩壊、これらが実現してしまうと、アメリカ国内だけではなく、世界中に影響を及ぼすことになります。2024年の予言について紹介してきましたが、ハビエル氏の予言は詳細ではないものが多くあります。それゆえに、的中率が 95% という驚異的な数字なのかもしれません。しかし、地震やウイルスについては、詳細まで的中している予言があることも事実であり、ハビエル氏の予言を全て無視するということは危険かもしれません。特に自然災害が多い日本に住む我々は、常に備えを欠かさないようにしましょう。以上、フェルナンド・ハビエル氏が予言する2024年の未来について探求してみました。もし、このテーマについてのご意見や情報がありましたら、コメントで教えてください。また都市伝説探求機関公式 X を始めましたので、こちらもフォローをお願いします。それでは、次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。